アテネ貨幣博物館はギリシャの重要な博物館の一つであり古代から現代まで世界中の膨大なコレクションを収容している。博物館は著名な考古学者でイリオスの場所の発見で知られる旧ハイムリッシュリーマン邸宅に置かれる。ファサード最初に州によってコイン収集の試みが始まったのはアイギナ島からのギリシャ独立の後である。コレクションは発掘。 購入、寄付により豊かになっていった。博物館はアテネ国立考古学博物館とほぼ同じ年代の1838年に設立され、組織は独立したが長続きしなかった。コレクションはギリシャ国立図書館の一部となり、アテネ大学に置かれ、後にコレクションが最初に展示されることになるアテネアカデミーに移った。1946年、コレクションは アテネ国立考古学博物館内に移された。博物館の組織は1893年と1965年の2回独立した。イリウメラドロンは1984年にコレクションを収容するために与えられ、大きな修復工事の後、1998年に最終的にオープンした。貨幣博物館は建物は 1878年から1880年にかけてハインリッシュリーマンのために建設され建築家は有名なエルンスとチラーである。完成当時アテネで最も壮麗な指定と考えられていた。設計は新古典主義とネオルネッサンス建築の影響を受けており内装はポンペイの建築を模倣している。その結果部屋はモザイク、 い戦争やギリシャの標語をテーマにした壁画で飾られている。1927年、ハインリッヒシュリーマンの未亡人は建物をギリシャ政府に売り、衆議会として使用された後、大審員となった。博物館の内装建物の使用により、裁判所は多くの損傷を負っていた。建物は貨幣博物館の建物に選ばれ、フロアのモザイク、 壁画の修復など改修を受けた。貨幣コレクションの公開は1998年に部分的に改修された建物で始まり、2007年にはすべてのコレクションが見られるようになった。博物館のコレクションには紀元前14世紀から現代までの60万点が含まれ、主はコインであるが、メダルや塊、金型、スタンプなどもある。 コレクションは、貨幣の歴史順に並べられている。博物館は、紀元前6世紀から紀元5世紀までの、ギリシャのポリス、ヘレニズム、ローマ帝国時代など、非常に重要なコレクションを保管している。また、東ローマ帝国や、西ヨーロッパ、東ヨーロッパの中世、オスマン帝国のコレクションもある。コレクションの大部分は、保管されていたコインで占められ、残りは、 英華界の初期のコレクション、キリシャ本土の発掘で見つかったもの、寄付などである。博物館には、貨幣の学問を専門とする1万2000冊の本を収容する図書館がある。また、完全な設備を持つ保存研究室もある。貨幣博物館は、新田タグマ広場に近いパネピスティミオを通り12に位置する。最寄り駅は、地下鉄、新田タグマ駅。庭園には、 ミュージアムショップとコーヒーハウスがある。ありがとうございます。